ウィリアム・ヒギンボーサムは、アメリカ合衆国の物理学者、コネチカット州ブリッジボート生まれ、世界初のコンピュータゲーム、テニスフォーツを開発した。本同様、このゲームもテニスもしくは卓球を元にしているが、電子式、アナログコンピュータを利用したものだったため、後世のコンピュータゲームで似たようなものが作れるようになるまでには、時間がかかったためる異例がほとんどない。 ブルックヘブン国立研究所のザ・インストローメンテションディビジョンの部長として研究所に来た人を楽しませるために1958年に作成したものでアナログコンピュータの他オシロスコープを表示装置として用いている。また、このゲームは特許や学会発表などはされず、後世のゲーム開発と技術的な関係はない。ゲーム考案のきっかけは 使用していたコンピュータの説明書にミサイルやゴムマリの軌道を表示するプログラム例が記述されていたこととされている。また、各兵器拡散防止に関する団体、米国科学者連盟の初代議長と最高顧問を務めた。1932年、ウィリアムズ大学で学部教育を終え、コーネル大学で研究を続けた。 1941年から1943年まではマサチューセッツ工科大学でレーダーシステムの開発に努めた。また、第二次世界大戦中から終戦までロスアラモス国立研究所でエレクトロニクス部の部長を務めていたこともあった。ありがとうございます。